どうしよう、お兄ちゃん。あれ？起きていたんだ。手術をする前のこと？本当だけど、本当に本当、どういうこと？
嘘。どうしてお兄ちゃんがそんなこと言えるの？過去に入り込んで観察したからそんな風に思ったってこと。それこそ勘違いなんじゃないかな。お兄ちゃんと違って私は昔から自覚していたし、千尋たちのこと確かにあの頃も今も好きだけど、それでもやっぱり。お兄ちゃんとは比べられないから。これ以上私にどうしろっていうの？気持ちすら持ったらいけないの？知ってる。ねえねえ、朝とかって甘いもの食べたくならない？あ、食べたい食べたい。なになに、ケーキ持ってきてくれんの？ケーキは無理だけど、クッキーならたまに余るからさ、今度は持ってきてあげようか。わーい、わーい。余ったらだけどね。京介ちゃんも食べるでしょ？けど、エマンチっていつも同じ朝ごはんだよね。古き良き日本の食卓というか。そういえばそうだね、飽きない？私はパンの方が好きかな。ジャムとか塗れるし。朝だからね。私は結構飽きちゃうからローテにしてるけどな。何食べてんの？パンとかスコーンとかシリアルとか、簡単だからね。そんなに和食が好き？別に。え？じゃあなんで？お兄ちゃんが好きだから。どうして自分の好み忘れるのよ。何が好きなの？私は特に何でも。だからお兄ちゃんに合わせてるんだけど。うーん、けどご飯炊くの大変そうだよね。どうせお弁当を作りますから。そこまでしてあげる必要ないのに。
が作ってるんだからエマの好きなものにすればいいんじゃないの。だから特にはないから。まあそうかもしれないけどさ。今度本当にクッキー持ってきてあげるよ。ありがとう。エマはどんなんがいい？けど残り物でしょ。ま、少しくらいならバレないからさ。あ、じゃあ詰め合わせがいいな。贅沢は敵です。クッキーもカズハちゃんが作ってるの？うん、まあケーキに比べて気合はあんまり入らないけどね。じゃあ私に食べさせると思って。関係あるの？うわ、冷た。で、何がいい？じゃあシンプルなもの、バタークッキーとか。じゃあその辺にしよう。関係ないかもしんないけどさ、金粉入りって美味しいのかな？金粉入りクッキー？味は関係ないんじゃないかな。喉に引っかかるかもしれないけど。成金御用達？人だかりができてる。本当だ。こっち見てない？なんだろう、あんまりいい感じはしないね。なんか変だよ。道が開いた。掲示板？あ、本当だ。行ってみましょう。やだな、なんだか怖い感じ。私も。
か？あ、これ京介とエマちゃん？これ、何？冗談。冗談？そんなんで二人してこんなことやったってわけ？カズハちゃん、それは久しぶりの遊園地で二人とも。遊園地？私のあげたチケット二人で使っちゃったの？